影山隆造4月明治5年8月18日は幕末の武士、儒者。陽名は霊太郎。忌名は森政。字は陽教。剛は道村。十五医。父は医者、儒者であり、優れた教育者だった影山宿。先行し、影山、明義春、あざりつ、広し、宿の考えなな門者その案になり、不詳調査郎のおなり。 生後期自由記載。危機よ若驚き出悪女和が、もっせっけん地下松室海ぐみ子孫、はじめ若干ありだがし、傷よたよおう、の各意形、千ぎしまこ、年後の質朝屋局その日運派生保守化おさむ方の、活産さに、完成六とらどし、千年の語り伝え印るけ。大家とことは、千年、五代五天皇様を腰掛け遊ばされ効かなり。これにより大家と、こと、 大家の先祖影山久安と賢人なり。また、四次郎、与三郎、伊三郎とこと名はありけれども、戦後は、知れず大家の家、ゼマデボンに従大とことるなり、鳥取藩市一藩市列伝に、高下元年、たまたま三条、左熱無教の知るところとなり、今日竜像二次を持って立つべきを進め、二年学習院の、軽量、助けしめ、波に、その講師の持続たらしむと記す。 高圧し耳の二子のうちの一人は、後の維新の元君と称される三条耳である。父の意志を継いで、尊王上位運動、倒幕運動の苦節の道を維新まで歩み続けた苦行である。龍造が三条家に仕えた時三条耳は九歳の少年であった。自読は、自読、自答とも読み、蕎麦近くにあって、小を講ずる学者を言う。維新後大城大臣となり、 新政府の中枢となった三条、耳の少年期の精神形成に流造の人柄と教養は何らかの影響を与えたことであろう。久野理官教授に任じられた年について、坂港志士、上官438ページ、鳥取県百血伝537ページには、安政元年、坂港志士官では、加盟五年となっている田尻左辺。 増意主権連増保板上特使増意年表 P53 ありがとうございます。